やはり念のため弟も調べる必要が。あの子に何かあったら絶対に許さない。貴様、手の肉を削いで。お前も愛する家族も友人も全て殺して。お姉ちゃん強いよ。成長しないわね、あの子は。校則を解いておいたら次の日ご機嫌斜めで帰ってきた。あの人やたらしぶといね。怪我も一晩で大体治ったし、何事もなかったように王都へ旅立っていった。いかなる理由があれど外出は認めません。やっぱりピアノは舞台装置としても優秀だな。借り物じゃなくてどうせなら自分用を。ふん。感情が引き起こす人の衝突は時間が解決するはず。故にそういった問題は放置すればいいというのが僕の提唱する説なのだが、姉さんにはもう少し時間が必要だったようだ。寮の前であんたを待っている時、私が何を考えていたか分かる？分かんない。ローズ王女の代わりに学園代表になったんだけど、まさか知らなかったとは言わないわよね。もちろん知ってたよ、ちょっと確認しただけ。長生きしたければこの姉をないがしろにしないことに。はい。どうでもいいとか思ってるんでしょ。いや、まったく。人間がどれくらい呼吸を止めていられるか試してみましょう。最後のチャンスよ。あんたを頭の中でボコボコにしてやったのよ。何度も何度も繰り返してね。でも1秒待つごとに私の怒りは倍増したわ。夏休みは一緒に実家に帰るって約束したわよね。そうだっけ。あんたはいつもそう、私との約束を平然と保護にする。必ず優勝するから絶対に見てなさいよ。はーい。ゲッ。